ターナー軍はアメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地はアッシュバーンである。2000年国勢調査時の人口は9504人だったが、2007年の推計時には9270人に減少した。毎年3月の第4週末にはアッシュバーンでファイアーフェスティバルが開かれ、芸術、カーニバル、自動車ショー、花火などで賑わう。 1905年8月18日に設立され、連邦下院議員、州最高裁判事を務めたヘンリー・グレーターナーに、ちなみ名付けられた。国勢調査局によると、この軍の総面積は751平方キロで、うち741平方キロが、陸地、総面積の1.32%に当たる10平方キロが水域となっている。 2000年の国勢調査時点で、この軍には9504人、3435世帯、2538家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり13人で、平方マイルに換算すると33人となる。住居数は3916件で、1平方キロに平均5件が立っていることになる。 住民の内白人は20.98%、アフリカ系は70.37%、ネイティブアメリカンは0.15%、アジア系は0.33%、太平洋諸島系は0.01%、その他の人種は1.81%、根結は0.36%、ヒスパニックは2.57%を占める。 2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド3435世帯のうち35.7%は18歳未満の子供と暮らしており50.0%は夫婦で生活している18.6%は未婚の女性が世帯主であり26.1%は家族以外の住人と同居している23.2%が 一人見世帯で10.4%を独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.72人、家庭の平均構成人数は3.19人である。住民のうち29.4%が18歳未満の未成年 10.、10.2%が18歳以上24歳以下、26.4%が25歳以上44歳以下。 21.1%が45歳以上64歳以下、12.9%が65歳以上となっており、平均年齢は33歳である。女性100人に対して男性が92.6人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては87.0人いる。1世帯あたりの平均収入は25,676ベドル。 家族ごとでは3万1445ベードルである。男性の平均収入は2万5694ベードル。女性の平均収入は1万8472ベードルで、労働者でない人々も含めた、住民1人あたりの収入は1万3454ベードルとなる。総人口の26.7%、家族の20.5%。 18歳未満の子供の35.8%及び65歳以上の高齢者の24.8%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。